パレハが蚊に属する昆虫である。幼虫はマツケムシと呼ばれることがある。日本全国及びシベリア、カラフト、朝鮮半島に分布する。成虫は羽の階長が70から90ミリメートルになる。全体に褐色で、全紙にはマダラ模様があるが、個体によってかなり異なる。幼虫は背面が銀灰色で、覆面は金色になり、背面に 愛国色の長い毛を密生する。胸部の毛には毒針毛がある。頭部付近に毒針毛の束を二束持っており、この束は刺激を受けると膨らむ。また、眉には幼虫の時に持っていた毒針毛が残る。修霊幼虫は約6 5ト、mm、ルで大型になる。成虫には毒針毛はない。幼虫は赤松、黒松、 ヒマラヤ杉などを植草とする。冬に、松の幹に、藁で巻く小きは、江戸時代から、駆除方法として行われたが、最新の知見では、効果がないことが分かっている。時には大量発生し、食害により、地域の森林が大規模に枯損するほどになることがある。1919 19年以降、カラフトで松枯葉の食害が顕著となり、4年間で8800万国が、 被害にあった。また、1924年には、カラフトの大隣湾一帯で大量発生。一よにして、数百兆部の森林が食い荒らされたとの記録も残る。ありがとうございます。